えー皆さん、こんばんは、ちひろでございます。もしかしたら、こんにちはかもしれません。えー、ね、あのー、このゲーム始めた方は、まあ、このね、あの、エルダースクロールズオンラインというものが膨大すぎて何をしたらいいんだと、まあ、とりあえず、ね、あのー、クエストがあるから、クエストを進めて、 まあ経験値稼いでレベル上げて、まあ、スキルね、まあ、覚えてみたいなことやってらっしゃると思うんですけどちょっとね序盤から <laughs> これやっといたら後々有利だ有利というか後々楽だぞと、うんまあ、いうこといくつかありますのでちょっとその辺りをねちょっとご紹介していくのがいいんではないかと、まあ、思ってちょっと今回、えー、初心者 入門講座と、うん。まあそういう題にするか分かんないですけど <laughs>。<laughs> まあそんな感じのものをちょっとやってみたらどうかなと。私もね、このゲーム、まあなんだろう。まあ、エンドコンテンツをね、ゴリゴリやるみたいな感じではないですけども、まあこのゲームをね、もう長年楽しんできてますから、まあちょっくらこのゲームどうやってね、まあ組み立てていけば、 こんな感じで遊べるよみたいなの分かってきてると思うんで、ちょっとね、そのあたり、これからね、ゲーム始める方、もしくはね、始めたばっかりの方に、ちょっと分かりやすいかどうか分かりませんが、うん、ああ、なるほどね、と、これやっといたらいいんだというのが、まあ、ざっくりね、あの伝わればいいかなと、まあ、思って、ちょっと今日はやっていこうと思っておりますというわけで、よろしくお願いします。はい、というわけでね、一番最初にやっていこうと思っていることは、スカイシャード集め。うん まあ、スカイシャード集め、スカイシャードって何でしょうかと、うんまあ、いうのがありますけれども、えー、スカイシャードというのは、ですねこの、えー、マップに、各マップにですね、まあ、点在している、まあ、私のマップにはですよ、うん、こんな感じで、うん、こんな感じですね、まあ、点在しているこのスカイシャードのマーク。 あるんですが、うんまあ、ここに、まあ、あるあのなんていうのかなクリスタルちょっと1個手に入れていきましょうか、うん、はいというわけでね来、えー、ましたねスカイシャドウねご覧の通りでございます、えー、光ってるクリスタルですかねこれはね何て言うのかな確かあの予言者がなんか最初に言うと思うんですアンカーーのポータルは天高くにある 登るための呪文を俺が用意しよう、うん、だがまずは物理界での姿を取り戻すためにお前をニルンに再同調する必要があるニルンの性質を携えたエセリアル間近のかけらのことだ不在なる創造神ロルカーンと関連していると考える者も,もいるかけらの力を取り込むことでお前は肉体を取り戻すこの世界に、うん 自分自身がこう関連付けさせるために必要なエセリウスの間近のエネルギーらしいんですよ、うん、なんか言ってたと思うんです最初に <laughs> それよく聞いてください、うん、これをえ3つ集めると1つのスキルポイントになりますこちらの方にありますねスカイシャード3分の0とありますね、うんまあ、これをまあ1個 1>, ねまあ、1個目取りますとご覧の通り3分の1になりましたね。は、う、い、ん、はい。はいまあね3分の1でスキルポイントが0だと、うん。まあこれはあともう2つぐらい、えー、取っていきましょうか。ね。それが分かりやすい。 1>, 1スキルポイントを獲得。ねスキルを獲得しましたね。えー、ね3つ集めたことで3分の0に戻って1ポイントね上になったと。これ、なんでスキルをねこう序盤で貯めておくといいかというと、まああの普通にねこのゲーム、ね、この メインストーリー、まあ、サブストーリーも含めね、まあ、ストーリーを進んでいけばですよ、まあ、レベルも、ね、経験値ももらえますんで、レベルも上がって、まあ、レベルが上がるとそこでスキルポイントっていうのはもらえるんですけど、うん、あ,もっとあ,あとねあの、クエストにね、まああの、メインクエストかな、メインクエストにね、あのスキルポイントが一つ、まあ、プレゼントとしてついてたりとか、うんまあ、ありますんで、まあ、ストーリーをね、もう進めていけば、ね、まあ 正直ね、戦闘で使う、ね、このあたり、ね、クラス、闇,の闇魔法、まあ、私はあのこのキャラ、ソーサーラーでやってるんで、このクラスですけど、まあ、闇魔法、デイトラー召喚、ね、嵐の召喚とかね、あと、まあ、自分が使っていこうとしてる武器とか、あと防具、まあ、あといろんな、まあ、種族のねあのスキルとか、このあたりは、まあ、大体は埋まります、うん。必要なスキルはね、うん、なんですけど、 まあ多分ね、この動画を参考にしてくださる方は多分このゲーム始めたばかりもしくはね、これから始めようとしている方だと思うんで、えー、クラフトというものに、えー、手をつけていただきたいと。うん、えー、まだクラフトでも開けてないから、あれなんですけど、まあクラフトスキルというものが、うん、まあこのゲームありまして、えー、そちらの方でね、またこれたくさんね、スキルポイントが必要になってくるんです。で、そのために、 まあ各ね、のこの世界、今はオードオリドンというね、この一地域のまあスカイシャウド探してますけども、これでも、のどのエリアにもスカイシャウドありますね。こことか、あとこことかね、こんな感じで。まあ、これはアドオンで、スカイシャウドあるとこここだよっていうのがわかるアドオンを入れてるから、こういう風にマップに表示されるんで、通常であればですよ、確かね、日記、 実績の探検かな違うな。えー、っと、キャラクターか。これね。うん、えー、っと、今であればですよ。えー、どれだろう。オーリドンのスカイシャドウ。これね。うん、まあ今ね。貴族の地の上陸場。 デアードンス・バラノのテラス。多分今この、ここのこと言ってるんだろうね、うん。で、継承者がこの権利を、あ、これだ、うん、これが今撮ったとこ、うん、まあ、このようにね、まあ、ヒントが書かれていますと、うん、これを元にスカイシャドウがこの辺りあるなっていうのを、まあ、目星つけて、まあ、そこに向かって、さっきのね、あの上空に差している光をまあ探し出して、スカイシャドウ得る、まあ、というね、まあ、形なんですけれども、まあ、ちょっと、 ちょっとそれ難しいというか手間がかかるぞと。こんなにね、たくさん、まあ、世界に散らばっていて、こんだけまあ必要不可欠な、ね、スキルポイントを似合っているということなので、まあ、それをまあ、ね、その取得をまあ楽にするために、まあ、有志の方がね、こうやってアドオンで、ね、ここにあるよと。うん、どこだこれね、まあ、これはパブリック団長に入っているものだろうから、うん、こういうところですね。うん まあここに行けば、ここにスカイシャドドあるよと。うんまあ、いうのを分かりやすくしてくれる。これのアドオンはあのおすすめします。うん、これを入れておくと、スカイシャドド問題は大体は解決しますね。そこをも巡ってればいいだけですから。うんまあ、あのスキルポイントが、ね、あの戦闘スキル以外にまあたくさんいるようになりますよと。 まあ序盤最初のキャラクターであれば特にいろんなことをやらせると思うんでそのために序盤からスキルポイントを十分に持っておくっていうのが多分このゲームをやりやすくするであろうなということなんで。 まあ、序盤は、えー、そうですね、まあ、ストーリーもちろん進めるのもいいんですけど、まあね、あの、観光がてら、いろんなね、まあ、エリアにも簡単に行けますんで、あのー、大体は、あのー、どのエリアも、あのー、ご覧の通り、旅の祠空いてます。一つずつ。ね。うん。あ、ここ空いてねえな。うん。まあ、大体は空いてますんで、まあ、そこに向かって行ってもらって、そのエリアのスカイシャードを、 まあちょっとね、観光がてら、ぐるっと回って、うん、っていくと。うん。まあそんなことをしているうちに、あここ面白そうだなーってなったら、まあそこね、まあちょろっと冒険してもいいですし、寄り道してね、うん。自由に寄り道していいのがこのゲームのあり方だろうと思う。スカイリームからね、うん。まあオブリビオンからかな。うん。まあずっと続けているゲーム、まあオープンワールドのよくあるゲームシステムなんで、うん。 まあそんな感じでね、まあ、スカイシャードをね、撮る旅をちょっと最初に始めていただいたらいかがかなと、うん、思ってる。なんか、あの、ここいいなと思ったら、ここにね、まあ家とか、まあ大体あるわけですよ。こういうところね。これをもう、この家を買うのを目標にお金貯めてみたりとか、うん、するっていうのもね、また面白いと思う。うん。まあ、いろんなね、このエリアの世界観をちょっと楽しんでみて、うん。ついでにスカイシャードを撮っていくと。 というのをまずは第一に、うん、おすすめしております。はい、というわけでね、えー、スカイシャードで、うんまあ、スキルポイントが、まあ、ある程度集まってきたら、いよいよね、まあ、クラフトを始めていただきたいと。うんまあ、クラフトをなんで始めていただくのかというと、まあ、自分で装備を作り出せると。 というのはまあ当たり前ですけれども、このゲームね、あのー、セット装備という、うん、まあちょっとお見せしましょうか。私も,もう作ってあるとまあ別キャラで作ったんですけど、これは。えー、っと、所持品、ね。えー、ストゥーンの剣と、うん、ストゥーンの恩恵セットというものですね。ストゥーンの、えー、ちょっとポイントを出しましょう。ストゥーンの恩恵セット一部、えー、5分の5アイテムとありますね。うん これ5アイテム揃えますと、このようにですよ。書いてありますね、ずーっと。この効果がボーナスでつくよということです。だから5分の5、つまり5部位揃えますと、一番下まで、フラフラの状態にたの敵に対してダメージを与えると、物理貫通力と呪文貫通力が4070、60秒の間上昇するというのまで含め、う、ん ここからね、2アイテムね。ね武器ダメージ、呪文ダメージ、物理貫通、呪文だ貫通、武器ダメージ、呪文ダメージと。うん、まあ、このセット効果が得られますよと。うん、これを、こういうのをねあの、作れるようになってくるんです。あの最終的にはの話ね、これね。まあ、最初からこれをまあ作れるかというと、なかなか難しいところなんですけども、こういうのを作っていくために、早いうちから取り掛かっていって、 いただきたいことがありまして、うん、ちょっとその説明をちょっと簡単にですけれども、えー、させていただこうと思っております。はい、今、木工台に、えー、到達しまして、インタラクトしたら、えー、木工スキルが開きましたね、えー。ちょっと見ていただきましょうか、木工スキル。えー、ご覧の通り。えー、っと、上質な替えデが使用可能になる。 ね、まあこれを上げていくとどんどん、あのー、材使える材料が増えていくよということですね、うんまあ、次のランクになると上質な菓子,の菓子材が使用可能になると、うん、いうところですでこちらの AB 難名2 0ル内にある木を見つけやすくなるだからあのフィールドに落としたごめんなさい違います、うん 20メートル内にある、まあ、木だからあのフィールドに置いてある、あのー、倒木とかで、うんまあ、木材を得るとき、うん、にです、ね、この20メートル以内にあるものを光らせてくれるから見つけやすいよということですね。うん、これ、でもですよ私の経験上ですけど、あのこれ入れなくても大体いいちょっと。 とこのゲーム遊んでたらある,あるなーっていうの分かってくるんでこれにスキル振る必要ないかなと思ってます、うん、できこりの助手これはですねここに振りますとえー、毎日リアル時間何時間だったかなえー、木だから木工であれば木工の助手であれば木材をまあ定期的に,にあのメールで送ってくれる、うん、まあだから別に自分がねあのー 材料を取りにごめんね、うんまあ、材料を取りに行かなくても、まあ、助手がある程度取ってきてくれるよってことですね。ね、まあ、でもこれ、頼りであのやっていけるかというとそんなにたくさんくれるわけじゃないから、うんまあ、もちろんメインは自分で取りに行くということですね。うん、樹,皮樹,樹脂抽出木工の材料を抽出する確率を上げて原料からより強力な、えー、樹脂の精錬を可能にすると。 これはですね、えー、アイテムを、うん。まあ、拾ってくることあると思うんですけど。まあ、今であればね、楓の回復の杖とか、え、愛盗の弓とかね、楓の稲妻の杖、こういうのを、まあ、崩すときに、ちょっと、一回崩してみましょうか。ちょっと、大丈夫なやつを崩そう。防具。どうしようかな。 ちょっと、やっちゃまずいやつもあるね <laughs>。どうしようかな。えー、まぁいいや。哀盗の弓いきますか。うん。まあ、これをえ解体しますと。ね。×ボタンで解体。うん、そうすると、ご覧の通り、松屋にとアダマンタイト。ね。出ましたね。素材を回収した後、うん。で、松屋にっていうのが樹脂です。うん、これが、えっとですね、アイテムの強化を、ま改良とありますね。これを、 する際に必要になってくる素材ですね。うんまあ、今手に入れたのは松ヤニ。だから白地のアイテムを緑地までグレードアップさせるときに松ヤニが、まあ、たくさんいるよと。たくさんってこともないか。うん、何個だったかな ?2 個ぐらいだったかな、うんまあ、?2 個いるようと、うん、いうことです。そういうのが手に入る確率が上がるというスキルですね。うん、うん ギルルルドのルールよ。これ知らななけければついていけない。てはいついていいいいててけないものは置いていかれる。すごい言われています <laughs> 私じゃないね多分で大工仕事ね研究時間を5%減らし二つのアイテムを同時に研究可能にするこれこれの説明をしたかったんでございますえっ、ー、とですねこれね樹脂によるアイテムの改良の成功率が高まるだからこれあの必要100%になる 必要な数が、まあ、減る。うんまあ、だからあの、たくさん使わずに済みますよということですね。改良するために。うん、で、ですよ、これ、えー、研究、ね。こちらありますね。研究。まあ、今、弓を2つほど研究できる、うん、状態にありますよと、ね。正確と鋭利。なぜここで研究できるのかというと、今ね、手持ちにある、えー、この弓がない。 弓は多分、倉庫にあるものだろうね。ちょっと、ちょっと見,見ましょうか。毒の弓。うん、これだね。うんまあ、正確、武器と呪文のクリティカルが5%上昇すると。こういう特性を持っている弓を研究すると、ね。やっちゃうかな。うん、鋭利はどう？強化心中の弓。あ、これでいいや。うん これでいいね、えー。研究するとアイテムを破壊され、このプロセスに必要な時間は5時間、リアル時間ね、5時間24分、本当に続行しますかと、承諾と。まあ、そうしますと、えー、研究が開始されましたと、うん。で、5時間経ちますとどうなるかというと、この、えー、弓に関して、うん、まあ、鋭利の特性を持った武器を作り出すことができるよと。 いうことですね、うんまあ、今の状態ですと、ね、作れる弓、えーまあ、自分の,、ね、あのスタイル、モチーフですねあのだから武器の見た目です、うん、これ自分の種族はまあ最初から覚えてます、うん、あミミックストーンとかご覧の通りまだ特性何も覚えてないんで、ね、何も特性をつけた、ねまあ、弓は作れないんですけどもあと5時間24分経つと、えー これです、ね、エイリのついた弓は、えー、作れるようになるんだと、うん、いうことです。で、これを何でやっていただきたいかというとね、これを、えー、研究が終わってる数、うん、今、エイリを、うんまあ、研究し始めましたの、ね、で、あれが終わると1個ですね、うん。この総数、研究が終わってる総数で、あの、設 セット装備の作れるグレードというか、あのセット装備って研究が何個終わってないと作れませんみたいな縛りがあるんです。うん、はい、到着しました。えこちらはですね、えー、死を招く風というセットを、えー、作れる。えー フフィールドにあるクラフト施設ですねこういうのがだいたい一つのエリアに三つほど、えー、ございますと、ねえー。死を招く風。こちらですね。うん、あとは、これか。えー、っと、なんだ、静寂セット。うん、そしてもう一つ、これだね、うん。青白い柄セット。うん 青白い絵かな、うん、と、まあこんな感じで、まい、あ、大体3つあるんですけど、うん、ちょっと見てみましょう。えー、作成ね。ご覧の通り、えー、どこにあるね。解除をするにはさらに2個の特性が必要ですと、まあ言われてますね。うん まあですからこのセット装備をまあ作るのであれば、研究がまあ2つ終わっていないとまあ作れませんよとうんまあいうことなんです。こういうセット装備、優秀なのがありましてね、その優秀なセット装備であればあるほど、やっぱりこのね求められる解除数というものがまあ増えてきます。一番多いので9個かな、う。ん 9個ってなってくる、多分これ全部じゃない ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、ね。全部ですね。全て解除してないと作れないっていうところも、まあ、出てきますよと。と、まあ、いうことなんで、これあの、序盤から始めておいてほしいことなんですよ。な、ま、ぜ、あ、かというとね、これ、あのー、まあね、今ね、あの1個目だったんで、5時間って。 リアル時間5時間って言われましたけど、まあ、最終的に、ねまあ、8個とか9個とかなってくるとですよ、これ、1つ解除するのに、まあ、半月かかったりする、二、う、十、ん、何日とかね、十五日とか、まあ、30日とかあるんだと。うんまあ、なので,ですよ、あのもう早くからこの研究を進めておく方があが、いい装備を作,る作れる。 まあ、時期が早まるだろうなと思ってるんで、もうとにかくこの研究を意識しながら、アイテムをどんどん、つ、まあ、ぎ込んでいってほしいなと。まあ、なぜ、まあ、それを言うのもね、ちょっと理由がありまして、あのチャンピオンポイント、まあ、レベル50を超えますと、チャンピオンポイントという枠組みに入っていきます。ねまあ、新しいレベリング体系というかね。うん ここちらにありますね、れ。で、今、私のまあキャラクターはレベル7なんですけど、これアカウントに紐付けられてまして、チャンピオンポイントはアカウントと共通、つまりまあね私が作ったばっかりのキャラクターであってもレベル50に到達したら、の今の私のえどこに映るんだろう。これ。 どこに移るんだろうかチャンピオンポイントって。ここに移ってるまあ分かんないけどね、私確か800とか900ぐらいのチャンピオンポイントなんですけど、まあ、あの装備的にはです、ね、160が上限であります。なので160以上のチャンピオンポイントは、まあ、チャンピオンポイントに振るポイントはね、まあたくさん。 あった方がいいんでまあね160でもういいよっていうわけじゃないんですけど装備ね装備に関しては、まあ、160以上はないんで、うん、つまり一番優秀な装備はチャンピオンポイント160の装備になってくるよと。 うんまあ、いうことなんですよつまりそこに最終的にはみんな至ってくる、うん、わけなんで、それまでの装備っていうのは、正直いらない、うん、ゴミに等しくなってくるよと、うんまあ、なのでこの、ね、装備なんかをまあ、ね、店に売ってお金にしたりとか、ね、まあ、解体して、ね、さっきね、あのー、お見せしましたけれども、あのー、改良素材にしたりね。まあ そもそもの素材にしてみたりとかになるんですけれども、まずは研究で開けれそうな特性を持っている装備はどんどん研究していただきたい。うん。まあこれね、あの、研究をね、あの、書く、ね、の9つやればいいんじゃないかって思われがちですけど、これね、あの、各アイテム、まあだから弓であればですよ。弓であれば弓の特性を、まあ、9個解除する。 で、豪華の杖であれば、豪華の杖の特性がね、あの9個、うん。解除が必要になってくる。まあ、各武器にこれ必要になってくるわけ、これ。めんどくさいでしょ <laughs>、うん、武器だけじゃないわけ、防具もね、盾だとかね。もっと防具で言うとですよ、ね。だ補正を今、うん、スキルラインいただきましたね。うん。まあ、ご覧の通り、ね。 ケイソウですね、これね、ローブジャーキン。うん、これがまた、1、2、3、4、5、6、7、7、63? うん、まあ。63個研究がいるよ。 ってことこれ全部開けるのであればね。うんで、これ、中層もあるわけ。軽層だけじゃない。軽層揃えたら中層もいけるよみたいなことじゃなくて、中層は中層で研究してくださいってことなんです。うん。ね。大変なの、ちょっと分かってきました、これ。<laughs> でですよ、ね。こちら、火事の方に至りますとね。今度、重層です、うん。そして、ね。武器。ね。 斧片手王の片手根片手剣両手王の両手両手根両手剣探検とまあこれ全部全部の武器使い手ってなってきたら全部研究しないと手なわけなんですよまあもう分かっていただけたと思いますけどもとにかく研究をどんどん やっていただいてね、ねああのまあ、そんなね、あの全部が全部ね、あの9個解除してないと作れない装備じゃないと、まあ、ダメってわけじゃないからね、ねまあいいんだけど、うん、まあ、クラフトねまあやってってですよ。うん 最終的に、まあ、自分の装備を自分で作るってなってきたときに、まあ、どれでも選択肢に入るように、これをまずはやっていってほしい。い、ま、ろ、あ、ん,んなね、あのー、セット装備があるんですよ。いろんなセット装備があるから、いろんな個性が自分のキャラクターに付けれたりするんで、まあ、ゲームが、ね、面白くなるっていうのもあります、あのー。一般的にね、これ使っとけばいいよっていうのはあるんですけど、 まあそれだけじゃちょっと面白くないでしょ。だからね、ちょっとね、いろんなちょっとユニークなセットをつけて、自分なりに楽しむみたいな楽しみ方もできるようになってくるんでね、これをやっておくと。うん、なので、あのー、研究をまずやっていただきた、あと研究する上でね、まあ、自分自身、な自分のキャラクターをもうどういう風に成長させるかっていうのを、まあ、ある程度、まあ、形としてね、まあ、 見見ええてててくくるるととこれだけけ研究しとけばいいいなっていうのも見えてくるんだ例えばねあの弓を使って戦っていきたいなーって人はねもう簡単です弓だけを、ね、あの研究していってまあ私はちょっと魔法はいいかなっていうのであれば、ね、この辺りはもうほっといていいわけ序盤は。 でサブウェポンに何入れようかなーって、もう一回、もう一個弓入れてなってなったら、もうこれでいいわけですし、ちょっとサブウェポンなんか別の武器使いたいなと。うん、んじゃあどうしようかなーと。二刀流とかどうかなと、と、うんね。探検の二刀流とかどうかなってなってきたら、ね、まあここで探検だけ、ね、また、ね、研究していって、うん。で、防具であればですよ、防具は、 えースキル。軽装ね。まあちょっと、軽装で見せますけども。えー、っと、装備した軽装鎧ごとに減速の効果を1%の減少させる。つまり、軽装鎧を装備している分だけボーナスつくよっていうことだね。これね。うん、で、これの後ろの方になってくる。 ですよえー、っとどこにあるかな、うん、これ5つ以上の軽装鎧を装備している時呪文クリティカルが1000と95上昇する、ね、こちらも呪文貫通力が2442上昇すると、うんまあ、この辺りやっぱでかくなってくるわけですよ最終的にはねこれがこれが与えてくれるバフ効果がうんまあなので5つ以上は係争装,装備しておきたいなと間近でやっていくんだったらねうん だから5部位ね、どこか、ね、決めとこうと。ね、例えばですよ。胴と腰とね、手と脚と足。ね、これで5部位ですよね。うん。1、2、3、4、5。ね。まあ、これの係争で作っといたら、ですよ。あの、レベル45以降は、ちょっとね、頭と肩にモンスターマスクセットって言われる、 まあちょっとユニークな装備が出てきたりしますんで、まあ、頭と肩はそこに任せちゃっていいかなと思ったら、このね、軽装の、ね、胴、腰、手、脚、足だけを研究していくとかね。うん、まあ、そうね。うん、で、今はちょっとスキル群にはないんですけれども、アンド a ンデッドっていう、えー、グループダンジョン、 のサポートみたいのをしている、まあ、ギルドがありまして、まあ、そこのスキルラインっていうものが、まあ、そのうち開きます、うんまあ。遊んでれば開きます。あのまあ、クエストがあるんですけどね。うんまあ、それが開いてちょっとスキルライン見てもらったらわかるんですけどあのパッシブスキルの方にパッシブスキルっていうのは、ね、例えばこういう、ね、片手剣であれば、ね、あのそのままのスキルじゃなくてこっちのね、うん ちょっとバフが乗っかる的なやつのことです。まあ、この中にですよ、あの装備している鎧のタイプによって、ボーナス、HP のボーナス、間近のボーナス、スタミナのボーナスがつくよみたいのがあるんで、まあ、重曹1箇所、中装1箇所、で軽装1箇所、 で確保しときたいなとか、うん、そうするとあの3つ分ね、うん、まあ、ボーナスがついて、まあ、こちらのリソースがねリソースがちょっと、うん、美味しいことになるよと、うん、いうのもあったりしますんでそれを考慮してねちょっと重層、中層にね何箇所かちょっと研究入れてみたりとか、まあ、もしくはその頑張ってねあの いずれ取れるであろうモンスターマスクセットっていう、ね、頭と肩に、うんまあ、もらえる装備で重装中装作れば別にここで計測5つでいいなとかね、うんまあ、そんなのは序盤わかんないじゃないですか <laughs> そんなことがあるなんて知らないじゃないですか、うん、なのでこんなこともあるよっていうのを皆さんにお伝えしときたかったなと、うん、こういうのがいずれあるから こういう成長の仕方しといたら、ちょっと手間が減るよとかね、いうのを皆さんにちょっとここでお伝えしたかったんだよと。とにかくですよ、拾った装備はねお金にするか、ああ今持ってるねまあ序盤で始めた人であれば、拾った装備があの最強装備だったりすることあるんで、全然あの使ってていいんですけど、使わなくなった装備はね、 研究に回したりとか、あ、これ別に好きな武器じゃないからいいやと思ったら、研究に回す、うん。っていうのをどんどんやっててください。うん、で、良ければ、ね、あの自分が今後使うであろう、うんまあ、防具武器に、うん、をにちょっと狙いを絞って研究しておくと、うん、いいかもしれません。最終的にはでも全,部全部研究した方が、うん、いいんです。 で,でもね、あのこれね、あのスキルにあるんですが、ね、まあ、木工で見,ます見せますけど、このね、大工仕事、ね、研究時間5%を減らし、2つのアイテムを同時に研究する、まあ、2つ研究できるよう、ね、1つ振ったら、あの2つ同時に研究できるようになるよと、うんね、これ4つあるじゃないですか、これ4つ振るとですよ、最終的には、えー、研究時間半分ぐらいにして、ねえー、3つまで研究で,できますよと。 まあなので、あのー、このあたりにスキルどんどん触れるようになってくると、まあ、効率上がってくるんで、あの研究のね。うんまあ、だからそこまでしんどいかっていうと、まあ、あの研究しといて、ね、遊んでたらそのうちになるしあと最近こういうなんか、ね、あのデイリーとかで、ね、デイリー報酬なんかで、えー、これか、うん、これね下、下手研究短縮。ね 下手研究タイマーの進行状況を1日短縮すると、残った研究タイマーが1日以内の場合は完了するよと。こんなのね、ちょいちょいもらえるんですよ。うん、なので,ですよ、あのー、こういうのもらったらどんどん使って。 で研究をね、あのどんどん減らしていくと、研究時間をどんどん減らしていくとは、もうご覧の通り全研究短縮ってなってくると、これ使ったらですよ、今研究しているすべてが、まあ、1日短縮するとこれ、ありがたいね、これね。だから毎日デイリーをやっとくとかね、うん、デイリーツがこれあれ、ログインしたらもらえるやつだ。うんまあ、そんな感じで結構ね、ちょいちょいもらえますんで、うん、あんまり。 これひでえ仕様だなとか思わずにあの気楽に研究してってください社員は、うん、そのうち形にいずれになってきます、うん、であのお見せした通りねここのセット装備なんかもう2つ研究しとけばまあ、作れるわけですからうん。うん そんなにね悪くないんです。あ、これはでもタンク向けなのかな体力が35%以下の時に近接ダメージを受けると8メートル以内の敵を4秒の間全てノックバックさせて気絶させる。うん、これタンク向けだね。うん、まあ、あの、そんなにあの研究数、うん、必要ないけど優秀なやつも中にはあるんで、まあそれを狙ってね、序盤は。うん、それでまあやっていって。 研究がどんどん進んん進でいったら、うんまあ、最終的にはね、うんまあ、優秀な装備でやってみるとか、うん、したらいいんじゃないでしょうか。というわけでちょっと話長くなりましたけどあとまとまりのない話でしたけども、ね、研究が大事ですよということは皆さんにお伝えできたらかなと思っております。 はい、というわけでね、えー、スカイシャード、ね、スキルポイントを得るためにスカイシャードを集めましょうと。うん、でいずれ自分で、ね、武器防具、ね、優秀な武器防具を、まあ、作り出すために、うんまあ、研究を今のうちから進めておきましょうというのが、えー、2つ目でしたね。うん、で3つ目、えーね、だいたい MMORPG では、うん、お金ってものを ね、大事になってきますよね。まあ、欲しいものを買うために、まあ、必要になってくるものが、まあ、大体お金だと。うんまあ、お金稼ぎというのがね、ちょっとこのゲームは今までだいぶ特殊だったかな。うんまあ、私のやってきたゲームの中でちょっと特殊でしたね。あのー、まあねあの、拾ってきた武器防具。 なんかをこう普通にねあのそこら辺の n p g の店に売って、まあ、お金にしてしまうっていう点では分かりやすいんですけどあのー、それではね十分に稼げはしない、うん、でねあのこのゲームでがっつり稼ぐのであればどうすればいいかっていうと、まあ、ギルドストアっていうものに自分がねあのー 需要のあるものを出品していくっていうことが、まあ、一番お金になっていた、うんですね。うんまあ、なんですけど、それね、あのやっぱり一人でね、始めて、ね、ギルドストアじゃギルドストアに物売るかってなっても、ね、一人じゃまず無理。あのギルドに所属するなり、自分で作るなりして、ね、まあ、そのギルドがですよ。うんえー、ちょっと こっちにあるかなまあ、このね出品してくれる NPC にとこう契約を交わさなければならないわけでこの契約を交わすためにはですよあのいろんなまあプレイヤーギルドの入札方式によってここで商売を得る権利を獲得するんですよ。 まあなので、お金もまずいるし、あの競り落とすのにお金もまずいりますよと。うん、いうのもあれば、あのまあ、もちろんね、こういうね,今ね、今、グレイムーア発売されて、ね、ソリチュード、まあ、みんながね、足運ぶ、まあ、拠点なわけですから、ここのまあギルドストアとなってくると、まあ、すごく人気があるからね、それこそ競売であれば、値段がね、だいぶつり上がるだろうと。 いうのもありますんで、個人でじゃあ始めたばっかりの人が、ねまあそういうね大手のギルドに所属したらいいんだけど、あの言ってみたら、ねああののななんだろうなあのトレーダーギルドっていうものがあるはずなんで、私は所属していたところは今どうなっているのか分かんないですけど、あの久しぶりにログインしたら、あの 亡くなってたかをね、あの、あんまりにもログインしなかったから、あの、蹴られたのかわかんないですけど、うん。あの、とりあえず私は外れてしまったものですから、今ね、まあ、ギルドストア使えないと、うん、まあ、いう状況なんですよ、うん。で、まあね、始めたばっかりの人がそういうとこ探して、ね、まあ、入って、まあ、商売するっていう、まあ、 ことがね全然苦にならなければ、まあ、そうやっていただくのが一番いいのかなとは思うんですけど、まあ、あのそこでね、まあ、トレーダーギルドとはいえ、交流、ね、コミュニケーションがありますんで、ね、フレンドが増えたりとか、一緒に冒険する仲間ができたりとかすることもあるでしょうから、うん、それはそれでいいと思うんですけど、あの今ねあの、別に、別にって言い方もちょっとおかしいね。うんまあ、ソロで 金策というものをじゃ考えたときに、今ちょっとね、だいぶ改革があったかなと、このグレイムーアが発売されて、うんまあ、今まではもうソロで、ね、1人でやっていくんであれば、まあ、私がね、先ほど申し上げた通りり、ね、拾ってきたアイテムを、うん、拾ってきたアイテムを、もう NPC に売るぐらいしかなかった。あとはもう 泥棒をやって、ね、いろんな NPC からちょっと高めのものを、ね、盗んできてはね、盗品賞に売って、みたいなことをしないとなかなか、金策っていうものが難しかったんですけど、それはそれで面白いけどね、盗賊ロールプレイングね。面白いんで、それはそれでちょっとやってみてほしいんですけど、ちょっとね、あのー、こちらにあります、恋物収集家協会。 あのー、ソリチュードの、ね、この辺りにあります。このマークでここに加入してください。うん、私も今から加入します。こ,このキャラ新たな恋物収集家の誕生そうよ、ヌミダさん。それであなたのようなたくましい英雄殿が、うん、どうしてグイリムの別館に来たの本を探しているようには見えないけど。けど 目にはかすかな好奇心の輝きが見えるわね。うん、恋物収集家協会への加入を希望しているとか。私このぬみださんの感じすごい好きな、うん、ちょっと話流しちゃうね。ちょっと。はい。大学の協会への加入は簡単よ。はい。これを、ね、恋物収集家の目っていうものを触って、うん。まああのとんでもないことが起きない限り成功します。これだけ考えな動機はめったにない。うん。 まあ、100%同期します。<laughs> そりゃそうだ。で、これを、ね、スキルライン、今、占いっていうものを入れましたね、うん。はい。占い発掘というものを、えー、スキルライン手に入れましたね。えー、こちら、ね。うん。まあ、これを入れましたら、下にいるガブちゃん、ね。私が大好きなガブちゃん。ブレトンの可愛い女の子、ガブちゃん。あ,あ そうなの、うん。とまあ、こんな感じで占いができるようになりました。ねあの多分チュートリアルでここで今やらざられるんで、ちょっとやってみましょう。えー、ガブリエルの照明の瓶。はいえっ、ー、とですね、これを開ければ、うん、ガブちゃんが説明してくれるから、おじさんは黙っとこう。わかった。 レンズを一つのパターンに統一すれば同調は完璧。うん、なるほどねでも物の位置を漠然と知るだけならフォーカスに手が届けばいい。うん、失敗してもやり直せます。ありがとう。ちょっと何言ってるか分かんないでしょ。うん、まあ、などうすここにね、至るまでに、あの、ちょっとも,もうちょっと詳しくください。これがゲージですね。これが光っているうちは、あのー、パネルを開けることが、ね、できます。 ね、うん、で、この同じマークあるでしょいろんなマークあると思うんですけど、同じマークで連なってれば、これをね、例えばこれを、まあ、1回開けましょうか。ね、えー、これを開けましょう。ねご覧の通り、これ、ね、連なってるんで、2つ開きますよと。ね、開けましたね。うん、で、もう1個、ね、これも連なってるんで、ここが開きますよと、うんで。どんどんゲージ減っていくでしょ、これね。うん、で、 ここがね、隣接。これが、これを開けたいね。これが隣接してるね。ご覧の通り。もうここ開けたらいけるね。というわけで、うん、連なってるパネルをね、辿っていって、目標を、うん、目標に到達すれば、占いは完成と。で、占いが完成すると、ご覧の通りねこの辺りにあるよっていうのがマップに表示されますんで、ここに向かってあげると。 わかりやすいもうここにしかない。ここのようです。ガブちゃんがここに埋めたんだからわ、ね、かるよね、本人はね。まあ、こんな感じで、あのーいろんね、どこのフィールドでもこんな感じで、ね、ちょっと山が持ってあって、まあ、キラキラ、ね、光っていると。うんまあ、ここを見つけ出すんですよ、と、うん。で、ここ見つけたら発掘しましょう。 でまず、うんはいあ、カボちゃんが説明してくれ分かりました。うん。分かりました。えー、この9って書いてありますね。うん、9回だけ、ね、どの辺りにあの恋物が埋まってるかっていうのを、まあ、漠然と占えるっていうことですね。うん この辺りからちょっと調べてみましょうかと。うん、と、まあ、オレンジの、うん、枠と、なんか白いの出ましたね。うん、この辺りなんじゃねいかと、うん。というわけで、この辺り。うん、黄色出ましたね、うん。黄色が出ましたよと、うん。黄色は、あの、すごい近くにあるよってこと。オレンジはちょっと離れたとこにあるよね。ね 赤の枠だったらもうここにはないよと。うん、で、緑の枠出てきたら、この下にありますと、うん、いうお知らせです、これね。うん、で、今、オレンジがね、この辺りね、この辺りね、表示してましたね。うん、で、黄色がね、この辺り表示してたんだから、ここのかぶってるところにあるんじゃねえかと。うん、あらない。<laughs> あれ、ないね。 あれない違うちょっと。あと3回。あと3回しかない。あ、出てきた。やっと出てきた。<laughs> で、どれくらいのね、あの、1個出てきたら、どこ、どれくらいにあるんだというのを、まあ、もうあと1個しかないから、1箇所しか調べられないんだけど、まあ、体格でやってみましょう。で、まあ、2個出てきたよと。まあ、おおよそ、 この4つは、うん、間違いねえなっていうのは分かったね、うん。じゃあまだこの4つを掘っていきましょう。ハンドブラシで。ね1個開けたら、ちょっと宝箱の、ちょっと見えてきたの分かる、うん、で、これ縦に埋まってんじゃねえかなっていうのも見えてくるでしょ、うん、つまりここにも埋まってるよと。うん、ここにも埋まってます、はい。はい。ね、こんな感じで掘り出せましたーと。 基本的にはこんな感じです、うん。このね、時間の中で。9時間ってあるけど、これ1回掘り出すごとに何分減るんだったかなちょっとは覚えてないです。<laughs> うん、で、まだあの時間残っていると、うん。で、ガブちゃんの埋めてくれた瓶だけじゃなくて、ちょっとボーナスが1個あるよーっていう感じらしいんで、まあ、それをちょっと探してみましょうかと。 あ、出てきた。うん、運が良かったね。でも。<laughs> すぐ出てきちゃった。うん、まあ、こんな感じで棒ね。あの正解というか、そのメインのやつを引き出したらね。残りの時間でボーナス探せるよと。で、このボーナスをうまく探し出すと、次の恋物に繋がったりとか、うん、するよっていうのもあります。これでよ。はい、私はそこからそうなんです。コツが必要で。で ありがとう。このずっと,ずっとあのループするやつだった、うん。はい。というわけでね、えー、今、えー、恋物収集家に、ね、あの登録できて、チュートリアルも終わったと。あ、のミタさんと話しなきゃならないか。はい。はい、クエスト考え、ね、たま今ちょっと、ちょっと軽く話して 好きです。<laughs> 皆さん好きです。あんまりいない感じなんだよね、あの,あのタイプのインペリアルの女性。うん、というわけで、えー、占いできるようになりましたの、ね、で、このエリアの、えー、日記の中の恋物、ね、占い可能っていうのを出すと、えー、このエリアの占えるもの、うん、っていうものがばーっと出てきますと。うんまあ、この辺りは私があの他の アカウントで調べたから出てきてるやつだろうけど、うん、あの今の、ね、このキャラクターで、まあ、皆さんも、ね、始めたばっかりであれば、まあ、スキルもそんなに振ってないと思うんで、えー、こちらのね、えー、緑地の、うん、初級の難易度のものだけ占いますと。だ初級の難易度のものしか手に入れられませんよ、今はと。と、うんまあ、なのでですよ、これを緑地のやつ、まあ、占っちゃうと。 日記、恋物。これね。うん。はい。とまあね、難易度もやっぱ上がりますね。そりゃそうです。うん、えー、っとですよ、えー。とにかくですね、私のおすすめは、たくさん連なってるのを上げてっちゃったら、後々有利になるっていう感じですね。うん、こんな感じ。あんまり考えず。 あと半分だな意外と難しいかもしれないちょっと待ってねえー、こうこういやこれ無理だなこれ無理だな無理ですね ちょっともうう一回やり直ししましょうこれね、多分ね、何もスキルない状態だと結構運絡んでくるね。もう一回、何度も占えるんで。うん。これ、いいの出て、ほら、いいの出てきたでしょ。いいの出てきたでしょ、ほら。こういうことなんです。あの、運なんです <laughs> はい、簡単。2つも守ったの。というわけで、これ全部占えたら、うん、あの、 箇所が絞られるんで、うん、これね、あの全部占えないといろんなところにここかもしれない、ここかもしれない、ここかもしれないっていろんなて出てくるんで、外れ引く可能性が出てきちゃうと。うんまあいうことなので、もう頑張って占ってあの、全部開けるのがおすすめです、うん。とりあえずここ行きましょう。はい、というわけで見えてきましたね。えー、発掘エリア。この 範囲の中に、うん、まあ、あると思うんで、まあ、それをまず探し出すと結構ねあのー、結構分かりづらいところにあったりしますんであのじっくりねあんまりうろちょろするというよりも1箇所じっくりよーく見てあそこの裏もあるかなーみたいなのもよーく見ながらあの一つ一つ潰していくっていう方があのいいんじゃねえかなって最近思い始めました。だいぶやったけど <laughs> <laughs> 今までねちょっとねうろちょろしすぎてたなと。うん、例えばねこう高いとこからよく見る。範、うん、んよね。うんまあ、上はないこの崖の下だとは思うんだけどちょっとないなーと。 あったあったほら、ね。これ。じゃあ、行きましょうか。はい。恋物を見つけて掘る。じゃあ、まずは裏のあきましょう。遠いね。もうこっち側だね。もうこっちが確定です。あった。これはもうここにあるから、この4つは確定してると。うん、じゃあ、もうどっち側に広がってんのかっていうのを見る。うん あ、こっちです、うん。待ってよ。でも、待ってよ。ここになかったら、ここに、この6つって可能性も出てくるね。ここ見ましょうか。あ、じゃあもうここは確定です。もうん、あとはもう、別に売らなくてもいい。ここを掘ってやったらいいわと。 最初はもうハンドブラシしかないんで、こんな感じでね、あの、地道に、うん、やるしかないと。で、残り時間でボーナスをねあの、見つけるんですけど、あの、見てわかると思いますけど、ちょっと大きな岩のやつと、ちっちゃな石のやつ、ね、あるでしょ。これ、大きな岩は、このちっちゃい岩よりもう一つ上の層なんで、この大きい方を狙っていくと、あんまり数をあの調べられない、うん。だからもうこっちにあるん だとうん、自分の中で信じて、もうこの薄い方の層をどんどん掘ってってやると。あった、うん、ね、こんな感じ。そうするとこれ、ご覧の通おり、ね、うまくいくと、次のグレードの、まあ、手がかりが見つかるんで、これが、ねまあ、青字のやつを占えるようになったら、これが占えるようと。 こんな感じで、どん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 あのつながっていって、最終的にはね、まあ一番高いグレードのものまでつながったりするんで。で、今ちょっと取ったやつ。え物資。これだね、ノルドの、え彫刻細工ペンダント。まあ250ゴールドで売れますと。 今、ね、記念の黄金ゴールド。これも40ゴールドで売れますと。うん、で、ガブちゃんがくれた瓶、ね、10ゴールド。まあ、これはあんまり関係ないか。うんまあ、こんな感じでね、まあ、うまくやったら、ね、ご覧の通おり、えー、290ゴールド手に入ると。まあ、今のね、あの始めたばっかりであれば、まあね、あの緑地の。うん ものしか掘れないんでちょっとおいしくないなと思うかもしれないですけどこれ頑張ってまあ占い発掘ねあのー、ランクどんどん上げていってこの辺りねあの、まあ、占いであれば、えー、3、うん、ランク3で青字のやつねさっきあの拾ったあの手がかりな、ねうんですねまでまあ掘れるようになってくるんで、うんまあ、こんな感じでどんどんねこの ランクを上げていってね、上のグレードのやつをあの占えるようになったりとか、掘れるようになってくると、すごいお金になっちゃうの。うんと,まあ、とりあえず、これを、まあ、売りましょうか、うん。売りましょうかというかね、ちょっとね、キャラクター変えます。どんなことになるのかっていうのを皆さんにご紹介 するためにはちょっとキキャャララククタターー変えます、えー、キャラクターをち待ってね、放送用、うん。まあ私がよく放送で使ってるキャラクターなんで、あのこのチャンネル見てくださる方にはちょっとおなじみなんではないかと思うんですけども、えー、この子、あのー、この子を中心に恋物収集をやらせてますと。 でご覧の通り占いと発掘が今、ランク7ですね。えー、黄色字の、まあ、黄色っていうか、金色っていうらしいんですけど、うんまあ、このランクの恋物まで収集できるよと、うんまあ、いうところまで育ちました。うん、で、ご覧の通おり、ね、スカイシャドウド、あと21個、うん。で、あと今、いろんなメインストーリーをあのこの子でやってるもんですから、スキルポイントもだいぶ溜まりまして。うんまあ、ご覧の通りです。あのーね、あののー、ね、えー ね、あの普通にあの戦闘スキルも、まあ、自分が使いたいやつ振りながらも、ねまあ、いろんな、ね、あのワールドというで、まあ、自分がウェアウルフになりたかったらウェアウルフとか吸血鬼だったら、ねうん、バンパイアのやつとか、うんまあね、ご覧のとおり、恋物収集のスキルとかにも全部今振ってますね振れるやつは全部振ってると。 まあご覧の通りアンドオンテッドさっき説明したと思うんですけどこれねアンドオンテッド魂かなうんうん最大体力スタミナマージカを装備している鎧の種類重層、中層、軽層につき1%上げると今ラリちゃんはもう中層だけしか装備させてないから1%しかないよとでこれを重層1つ、軽層1つに中層5つにするとボーナス3%がね体力スタミナマージカに乗っかっておいしいっていうことですこれが言いたかったんでき まあ、こんなのに触れたりとか、戦士ギルドとかね。うん、戦士ギルドもいろんな便利なスキルあります魔術師ギ,ギルドも同じ。うん、まあこんな感じでいろんなね、ご,ご覧の通り、クラフトにほぼやらせてますんで、うんまあ。必要ないものは入れてないですけど。うん、まあこんな感じで全部入れてってもね、最終的にポイントが余ったりとかもします。うん、まあそのためにはスカイシャードをね、ご覧の通りね、 世界に471個散らばっているものをどんどん拾っていく必要があるよと。うん、これが序盤でおすすめしたい、うん。とにかく何をするにしても自分を育てるのはレベルアップじゃなくてスキルアップです。うん、なのでぜひやってください、うん。とまあそんな感じで占えるものが にありますんでちょっと占っていこうかな。どんな、ね、最終的にはどんな感じで占うのかっていうのもお見せしたいですし、今、もしかしたら何個か持ってるから、どれぐらいで売れるのかっていうのも見せられるかもしれない。えー、っと、あ、これだね。お宝。えー、さっき、あの、ハイエルフのイルグリーンウェちゃんで、うんまあ、拾ったやつは、このクラスだね。250ゴールド。で、青になると1000ゴールドで売れてくるよと。うん、で、もう一個上のね、 あの紫地のやつを拾えるようになってくると5000ゴールドで売れますよと。つまり6250ゴールドで売れちゃうぞと。一連やればね。うん、この流れで、ね、緑やったら青の手がかりできて、青やったら紫の手がかりきて、で紫やったらみたいな感じでね、ねこの一連で6250。まあ、うまくやればね。うん うまくやればというか、まあ、あのお宝だったらこの値段になるよと。なんかあの家具だったり、もう紫地になってくると、まあ、家具が出てきたりとか、あとなんか、レシピとか、うん、まあいろんなあのお宝じゃないものも出てきちゃうんで、まあ、お金になれなかったりするものもあるんですけども、基本的にはおいしいよと。む、うん、っちゃ、売っちゃっていいやつだから、これ。うんまあ、こんな感じで、あと、ね、アイテムとかも,もう別に私、研究も大体終わってますんで、こ何全部売っちゃうと。 いらねえのは売っちゃうぞと、ね。これはあのボーナスでもらったことからだね、うんうん。こんな感じでどんどん売っちゃったらいいんです。うん、いらないもんは売っちゃっていいんです。今は。うんうん、こんな感じですね。はい、はいうん。もういいですよいいね。うんまあ、こんな感じでお金になる。7500ゴールド。 ぐらい手に入っったたよって今案内でたね、うん、こんな感じで簡単に検索できるんで、うん、恋物収集はもうソロの金作ではもう必須と言っても良くなってくるんじゃないかなと思っておりますじゃあ早速なんでちょっと上級のやつをやっていきましょうかね、えー、恋物占い可能で今ねあの金色のやつ ややれるみたいいななんでちょっとやっとていこうかな俺金色のあの恋物収集ちょっと初めてなんで今まで紫しかやれてなかったんでちょっとねどんなのかちょっとやってみようかなさすがにそうだねさすがにだよねなんか新しいマーク出てきたなこれこのマーク俺初めて見るな さてと、ええー、どうしようかな。ちょっと時間使わせてくださいね。これね、ここら辺とつながるのがいいから。んーと、つながらないか。つながらない。ちょっと待ってね。えっ、ー、とね、どうしようかな。 ここ行って、これ開けるでしょで、ここ行って、これ開けるでしょで、これ開けちゃう。うん、で、これを行って、ここ開けちゃうと。そうすると、こっちまで来るね。うん、あともう、これ行け,た行けたらいいだけ。これでいい。 まあこんな感じでねあのスキルスキルというかあのいろんなスキルを振っていくとこんな感じで占いも楽になってくるよと、うん、思ってたよりも簡単に占えたな、うん、というわけなんでここ行きましょうかヌジーも一緒に行こうはいというわけで見えてきましたねすごい敵いる 野生動物たちがあれだよね、ここね、あのスカイリムでいうところのサルモールの収容所みたいなとこだよねストームクロークの兵たちはここに収容していくみたいなんで拷問をかけてね、口を割らせて割らねえやつは殺していくっていうこの辺りにあるはずちょっとじゃあ見てみましょうか敵がいるな戦闘できる支度しとこう ああるよあそこに意外とすんなり見つかってよかったよしじゃあやっていきましょうかえーっとねこの煙吹いてるところを放り出しちゃうと爆発します、うん この辺り俺見当たらないえー、もう見つからなくなっちゃったこの辺りにあるはずなんだけど <laughs> いやないと高えなやっぱりなんかねこのこのちょっと一番上の層で占いできないみたいちょっとじゃこの辺りいやでもここも黄色いからな いやでもここにあったらここオレンジなはずなんだよな。ここはでも開けられないでしょ。ここオレンジだから、またこっちか。あやっぱ2つ開けちゃった。 あ、あった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 、よかった。ここだね。とりあえず、これを開けるのを頑張ろうか。 これじゃあ傷つけちゃうな難しいとりあえず掘り出してやうあ傷つけちゃったあっ失敗した <laughs> 失敗したいやでもなくならないなくならないんです この辺りにあるんですあなんかちょっとちょっと何か見えた気がするんだけどあらあったやっぱりちょっと占いで確定させたいところねまずはこっちだ あ、来た。こっちじゃないあこのラインっぽいなちょっと待ってあこれかこれで2つ振っちゃおう はいね次を見据えといたほうがいいかいいよまだあるか <laughs> よしあ,あいいじゃない結構出たわこことここだなあとこっちもねはいあと一つか。 よし、いいよ。ボーナスも手に入ったぞ。いや、これでもう、もうこんなんしか時間ねえんだもん。やべえな、マジで。どうすべきなんだろうか。 ここだけまず確定させちゃいたいなあと2つまだあるもんそうがはい見つけた いや難しいな、これ以上ないかもう無理だな、一、う、個、ん、で。 いやでも、掘れたからいいでしょ。よし。これがいくらで売れるんだろうっていうのがあるね、無事ジ鑑定してくれ。これは、これだね。雪歩きの破片のうちの一つだと。雪歩き、どっかにあったはずだけど。 これ,だこれだこれだこれだああなるほどねこのユニークなアイテムを手に入れるための5つのパーツのうちの1つなんだとだから売り物じゃねえぞということなんですねああなるほどねいやでもやっと1個出てきたから良かったかもしんないこれはこれで欲しかったんだねよいそろそろユニーク装備を 手に入れていくみたいな、うん、支度もしたたかったなるほどね。売り物じゃなかったと、うん。はい。ちょっとじゃあ、あれだね。あの、紫の方の占えるやつやっちゃいますかね。えー、恋物。占いかな。これね、王のベルトプレート。これは売れるでしょう。うん。ほら、売却してゴールドにするって書いてあるじゃん、これ。これ <laughs>、ここ見たらよかったわ。 取り間開けちゃおう、うん、こっから行こうはいはいオッケー出たまたボーナス薄いとこ探していきたいね もう次の次の薄いところを目星つけといてはいあいいじゃないいいじゃないのたら次この辺りか,かな おっとーいいよーすごくいいよーどうダメだめだもうもう無理だもうどこも開けれないほらまあでも2つ見つかったらいいでしょ十分よ よしこ,こんな寒いところにムジメ呼んで悪いけど何かできることは温めてうんめっちゃ持ってるなアイテム <laughs> というわけで5000、うん、この一連でちょろっとやったぐらいで、えー、11250ゴールドいやおいしいおいしすぎる <laughs> うん、とまあこんな感じで、ね、あの頑張ってあのスキルが、ね、どんどん伸びてくるとちょっとあのいいところあったかいとこ行こう、うん、自分ち、うん。というわけでですよ、うん。まあんな感じでちょっと頑張ってスキル上げて、ね、あ,のあれくらいのランクを掘れるようになってくると まあ、そうだな。30分で1万超えぐらいお金稼げるって感じかな。うん。30分もかかんないかな。調子いいと15分ぐらいでいけるね。紫まで。うん、まあ、紫2つだったからあれか。うん、まあ、とにかく、あのー、簡単にお金稼げるように、うん、なってくるわけですよ。なんでぐるぐる回ったなんでぐるぐる回ったんこれのか、これのせいか。 あ、これだ。なんかもう、あのごめんなさい。あのマウスがあ,のあっちゃこっちゃ言ってた。<laughs> ごめんなさい。うん、と、まあ、そんな感じなんで、金作は、ね、恋物収集。これもソロでやる分にはおすすめなんで。うん、まあ、でも、あの、ね、あの、なんだ、トレーダーギルドとかに所属して、まあね、自分で作ったものとかね、あの需要のあるものをあの販売していくっていうのも、ね、今まで通りなやつですけども、おすすめなんで。 あのもしね,あのね、他のプレイヤーさんと遊んでいくのが苦にならないよって人であれば、うん、そちらの方が、うん、楽しめるんじゃないかな。うんまあ、その,、ね、あの合間合間にこう,いう物なんかやってると、ね、それと合間っておいしい稼ぎになってくると思うのであの、ぜひ両方とも試してみてください。というわけで、えー 今日はね、この、えー、スカイシャード、うんまあ、スキルを、ね、あの欲しいものに触れるようにするにはスキルが必要だからスキルポイントを、まあ、稼ぐためにスキル、スカイシャードを巡ってみてはいかがですかというんまあ、有点と、うん、あとあのね、あの今後自分で、あのー、装備なんかを、ね、作って、まあ、それを装備していくとなった時に、あのー、研究を、うん 早い段階から進めてないと、ああ、これ研究しなきゃ、これ研究しなきゃって、うん、後からやるとあのだいぶ大変なんで、もう今のうちから何のこっちゃ分かんないような状態でも、ね、研究だけはやっとくみたいなのを、えー、皆さんにはお勧すすめしたい。うん、と、まあ、あとはね、あ金作、まあ。今はこんな感じで、ちょっと金作が楽になったので、恋物収集、まあ面白いですしね。あの そそもそもやっててあと、恋物収集なんかをこうやっているとね、さっきもユニークな装備の、まあ、パーツの一部を手に入れてたみたいなのありましたけども、あんなんでちょっといい装備が、ね、ユニークな装備の中にも、まあ、いい装備が、ねまあ、隠れてたりするもんですから、まあ、それをね、最終的には狙えるようにするためには、まあ、ちょっと恋物収集家の方のスキル、ね、占い発掘の方、ちょっと頑張って開けてみてはいかがでしょうか。 私はあの紫が掘れるようになるぐらいまでは、1日、休みの日半日ぐらいであそこまで上がったと思うんで、そんなに難しくないはずなんですよ。うん。なんでね、あの、序盤からね、多分あれくらい、多分いけると思うんで、ちょっと頑張って、金作手段をあまずは手に入れてからね、そうなってくると、ちょっといろいろね、あ、のー なんだお金がね、潤沢にうんまあ稼げるようになってくると、欲しい特性なんかをギルドストアで買ってね、それを研究員に使うみたいなこともできますし、ちょっといい装備とか、いいモチーフをもう買ってしまうとかもありますからね、そちらの方はもうお金があったら何でもできるようになってくるぞとういうことなんで。 おすすすめですまあ今日はちょっとこの3つに絞ってやりましたけどもまたなんかねちょっとこれやっといたほうが序盤にこれやっといた方がいいんじゃないかみたいなの見つかってきたらまたねあのその都度ちょっとこんな感じで動画につしてちょっと皆さんにねまあ、お伝えしていくとまあ、いう形をちょっと取っていこうかな私もねやっぱこのゲーム長いんでちょっとその情報を皆さんにちょっと共有していくという立ち位置になってきたんじゃないかなと。<laughs> うん こんだけゲーム長く遊んでたらね、同じゲーム。<laughs> うん、やっぱり情報を周りに発信していかないと。うん、遊びやすく、みんながね、あの遊びやすくなるように。うん、というわけなんで、えー、今日はここまでにいたしましょう。えー、ご視聴ありがとうございました。えー、次回の放送もよろしければ、えー、ご視聴の方お願いします。あとなんか、あの質問とかねあの、始めたばっかりでちょっとわかんなくて。 これどうしたらいいんですかみたいなのがあったらどんどんあのコメントであの入れてくれたら分かる範囲ですけどあのお答えしていきますんでよろしければねコメントの方にもえ質問あればよろしくお願いしますというわけでじゃあ終わりましょうお疲れ様でしたごきげんようさよならお疲れ様です Sky and bread of tainted stars. Evil stirs, and in its wake, the souls of mortals sway. And so